おやすみ旬と日本語みなさんこんばんは日本語教師の旬ですみなさん今日はどんな一日でしたか皆さんの週末はどうでしたか実は最近日本でヒッチハイキングの 旅行をしましたまずはそのヒッチハイキングの旅行について今日は話したいと思いますみなさんはヒッチハイキングをしたことがありますかヒッチハイキングについてどう思いますか怖い と思いますかヒッチハイキングをしている人がいたら何をしますか何もしませんか乗せてあげますか私はいろいろな国でヒッチハイキングをしたことがありますまあ最近はあまり。 ヒッチハイキングをしていなかったので日本でヒッチハイキングをしていろいろな人にインタビューをしようと思いました日本でヒッチハイキングは比較的安全だと思いますもちろん絶対ヒッチハイキングを しない方がいい場所もたくさんありますよねまあ多分ヒッチハイキングをしない方がいい場所の方が多いかもしれませんね私はこの経験を私の生徒と話した時ほとんどの生徒は私の国で 私の国ではそれをすることは危なすぎると言っていましたそうですよねどんな人かわからない人を車に乗せるのはリスクがありますよね私は今までヒッチハイキングをして怖い経験は したことがありませんラッキーだっただけかもしれませんでも日本でヒッチハイキングをして本当に日本が好きになりました本当に素晴らしい国だと思いました 私たちは大阪からヒッチハイキングを始めて神戸淡路島香川岡山神戸に行きましたこの旅の目的はヒッチハイクですだから香川のゲストハウスに泊まったんですけど まあ、香川で有名なうどんを食べて神戸は最後のヒッチハイクの町なので神戸で少し観光しましただからほとんど観光はできませんでしたねでも土曜日と日曜日だけでこんなにたくさんの場所に ヒッチハイクで行くことができましたよ。いや、本当にすごかったです。今、ヒッチハイクから帰って、次の日にこのトランスクリプトを書いているんですけど、今も興奮してます。えー、私は日本でヒッチハイカーを乗せてくれる人は、 本当に面白い人しかいないと思っています。だから車の中でその人の話を聞くのが本当に面白いです。いや本当にいろいろな人がいました。みんな少しクレイジーで面白くて本当に優しい人ばかりでした。 ま,あまた YouTube でたくさんヒッチハイクのインタビューの動画を作りたいと思いますなんかでもそうトルコに留学していた人やボディービルをしている人やサッカーを1年に60回も見に行く人など面白い人にたくさん会うことができました ヒッチハイクをするといつも会わない人とたくさん会うことができますよねいや今回の旅行でも本当にたくさんの人と会うことができてまた会いたいと思いましたあとなんか待っているときヒッチハイキングで待っているときに 温かいコーヒーを買ってごめんなさい、今会社の車で来ていて乗せてあげられないけどこれどうぞと言ってくれたりなんかね、またコーヒーを持ってああ、息子もヒッチハイキングをしていたからこれを飲んで頑張ってねと言ってくれたりあと なんか1000円をくれてこれで好きな飲み物を買ってきてと言ってくれたり2日間でこんなに人の優しさを感じることができました、はい、もうなんか感動して泣きそうになりましたね、まあ、今は日本であまり ヒッチハイキングをしている人はいないと思います私も日本でヒッチハイキングをしている人を見たことがありませんでもヒッチハイキングをしている人を見たら絶対に乗せてあげようと思いました、まあ、乗せてあげられないときは飲み物を買って。 頑張ってと言ってあげようと思いました、はい、最近で一番人の優しさを感じることができました、えー、今はまあ世界で、ね、大変なことがたくさんあるけど優しさは本当に世界を良くすると思いました。 ね、優しさは広がります本当にこれを実際に経験しました私は、うん、もっと優しい人になりたいと思いましたね大切なことだと分かっていても普通の生活をしていると忘れてしまうと思います 私は今回、ヒッチハイクをして本当にこれを感じました皆さんももっと人に優しくしてあげて世界をよくしていきましょうヒッチハイキングをして旅行をするのは本当に楽しいと思います私は今。 大阪に落ち着いて住んでいますがまたこの週末のヒッチハイキングのプロジェクトをしていきたいと思いますみなさんもしヒッチハイキングの経験があったらぜひ YouTube のコメントで教えてくださいみなさん今日もゆっくり休んでくださいねじゃあ また次のエピソードで会いましょう。じゃあまたね。おやすみ。Tonight's words and phrases。乗せる。to give a ride。比較的。relatively。絶対。definitely。目的。goal。 興奮する accelerated 感動する to be moved 広がる to spread Thank you so much for watching. If you like this channel, please be sure to hit the subscribe button before you fall asleep so you will not miss my new episodes. If you would like to listen and practice, I have a transcript on my Patreon page. The link is in the description there you'll be able to find the transcript for my other podcast japanese with shun as well thank you so much for your support and have a great night